不動産業界で転職する？非公開求人もご紹介可能です。なりたいあなたを見つけよう。宅建ジョブエージェント。これはですね、実務でもものすごく重要になってきます。売買契約を解除するということは、すなわち一度売買契約が成立しているということになります。重要なことは報酬請求権発生の要件でございます。実はですね、契約締結後に解除になって仲介手数料でトラブルになるケースってですね、実務で結構あります。ここは不動産売買でトラブルが多発する部分です。田村城先生の不動産大学。売買契約解除しても仲介手数料請求できるの？へーん。ということで、このチャンネルは市販の参考書だけで9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。宅建業法の勉強をしていますと、あれこれ実務だと違くないっていうですね、ことを感じることがたくさんあるんじゃないかなと思います。特にですね、今日ご紹介する問題はコメントくださった方のですね、ご指摘がとっても素晴らしいので、宅建試験はもちろんですけれども、実務でですね、とても役に立つ知識なので、ぜひですね、最後までご覧ください。ということでですね、まずは問題からやっていきたいと思います。いきますよ。こちらです。 A は宅地の売買契約の解除に伴い、売り主である宅建業者 B 括弧国土交通大臣免許に対して手付金の返還請求権を有し、売買業者 C 括弧公権知事免許に対しては売買報酬の返還請求権を有する。しかし、B、C、いずれも請求に応じない。B は営業保証金を供託所に供託しており、C は宅建業保証協会に加入していた。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。いきますよ。こちらです。A はその権利を実行するため、B に関しては営業保証金の還付を、C に関しては弁済業務保証金の還付を同時に供託所に申し立てることができる。はい、どうでしょうか。いきますよ。答えは丸です。これはですね、 B に対してのお話でいくと、営業保証金の還付を供託所に申し立てることは可能でございます。そして C に対してのお話ですと、弁済業務保証金の還付を供託所に申し立てることができます。よってですね、丸ということになります。はい、ではですね、ここで重要なコメントをご紹介します。こちらです。賀来さん、ありがとうございます。この問題に関しては C の売買報酬も申し立てできるとなっていますが、なんででしょうか、とのことでございます。はい、鋭いご質問ありがとうございます。皆さんですね、この方の質問の意味わかりますでしょうか。これはですね、実務でもものすごく重要になってきます。まずですね、この問題の状況を図で書くことがとても重要です。こちらでございます。こんな感じの状態でございます。この状況で売買契約は解除されました。理由については特に書かれていませんが、売買契約が解除になって C に対して支払った売買報酬、つまり仲介手数料を返してくれっていうふうに請求するという問題なんですけれども、賀来さんはなぜこの状況で仲介手数料を返してもらえるのって思ったんだと思います。だってですね、売買契約を解除するということは、すなわち一度売買契約が成立しているということになります。だったら仲介手数料は支払うべきはずにもかかわらず返還請求できるって問題もおかしくないですかっていう疑問だと思います。非常にですね、鋭いご質問ありがとうございます。これですね、実務をやっている人であれば同じように感じた人いるんじゃないでしょうか。ズバリですね、返還請求は可能ですが、全額返還請求できるとは限りません。はい、ここ詳しく解説いたします。重要なことは報酬請求権発生の要件でございます。どういう場合に仲介業者は相手にですね、売買報酬を請求できるのか、こちらでございます。売買業者に報酬請求権が発生するためには、1、依頼者との間で売買契約が成立していること。2、売買業者が実際に売買行為をしていること。3、その売買行為により依頼者と相手方との間で売買契約が成立したこと。これら全てに該当している必要があります。問題文の場合ですね、 C は全ての要件を満たしていると考えられます。つまり C は仲介手数料を請求できるということになります。これはですね、当事者間で売買契約が解除された場合、例えばですね、手付解除ですとか、違約金解除なんかの場合には、売買業者の報酬請求権が消滅することはないです。売買業者は報酬全額の請求権を有するんでございます。ただしですね、ローン特約ですとか、買い替え特約なんかのですね、条件付きの売買契約において、当該契約が解除となった場合に関しては、契約の解除とともに報酬請求権も消滅することになるので、すでに受領している手数料は全額返還することになります。またですね、停止条件付き売買契約の場合は、条件が成就するまで手数料の受領はすることができません。
ズバリですね、問題文の場合、なぜ C に対して仲介手数料を返してと言えるのか、それは認められたことがあるからだと思われます。おそらくこの問題の出題者はですね、そこまで考えていないと思いますが、例えばですね、何かしらのですね、ひどい行為のせいで売買契約が解除になったとかですね、要は媒介業者の落ち度のせいでですね、解除になったとかですね、いろんな場合が想定されるので、必ずしもこのケースとは限りませんが、まあ、あえて説明するとこんな感じになります。実はですね、契約締結後に解除になって仲介手数料でトラブルになるケースってですね、実務で結構あります。これですね、すごく困るんです。仲介業者っていうのはですね、実務的にお話をしますと、売買契約の時点でですね、会社の上の方はですね、売上をすでに読み込んでいるんです。なので解除になったからといって請求できないなんてわけにはいかなくなってくるんです。これは実務のお話です。そんなの勝手な都合じゃないかって思うかもしれませんけども、実際実務だとそうなります。もう仲介業者っていうのはそういう風にですね、やってもう自転車操業でですね、やってるところが多いので、何らかの理由で解除になるからですね、請求できないなんてやってる場合じゃないんです。ではですね、実際にどういう裁判があってどういう判決が出たのかを解説します。いきますよ。東京地判のですね、平成23年1月20日の判例で、売買契約はですね、買い主の債務不履行によって解除された場合の媒介報酬が問題となった裁判があるんです。これちょっと詳しく解説しますよ。こちらです。こんな感じの状態です。ちょっと説明しますね。建設会社 S 社が新たに建築するマンションを Y が購入することについて、仲介業者 X が Y との間で仲介契約を締結した上で、S 社を売り主、Y を買い主とするマンションの売買契約は成立し、確保売買代金32億1900万、すごい金額ですね。で、Y が仲介契約で定められた報酬の半額、これ半額の金額はですね、4134万3750円を支払ったんですね。これを支払ったんですけれども、その後 Y の債務不履行によって S 社と Y の売買契約は解除になったという事案でございます。で、この場合ですね、 X は Y に対して報酬の残額、つまりもう半分ですね、4134万3750円の支払いを求めました。ですが、それをですね、 Y がこれを拒否したので訴えが提起されたということでございます。要はですね、売買報酬の全額はですね、8200万ぐらいだったことですね、非常に大きな取引でございます。まあ、こういうふうにですね、額が大きくなると重大性がわかると思います。ではですね、ここで問題です。この裁判どうなったでしょうか。ここはですね、とっても重要なんでございます。で、答え言いますよ。Y 社と S 社との間の協定書の内容の調整や本件売買契約の締結に向けて、両社間と打ち合わせや契約条項の調整を行い、重要事項説明書の作成も行ったこと、Y の債務不履行を原因として本件売買契約が解除になったことを総合考慮すると、すでに支払われた4134万3750円に加え、1000万円を報酬金額とするのが相当であるとされました。はい、要するにですね、本来であれば仲介手数料の満額の4134万3750円かける2を請求できるはずなのに、4134万3750円プラス1000万円に制限されちゃったんです。ですからですね、仮にですね、契約の時点で買い主が4134万3750円のかける2をすでに支払っていたとしたら、売買契約の解除によって3100万円ぐらいですね、返還請求ができるということになるんです。このようにですね、売買契約が解除になった場合、仲介手数料の一部の返還請求が認められるケースがあるんです。またですね、実務で言うと、売買契約書の個別の定めにもよってきますので、一概に請求できるとも言い切れません。例えばですね、これ仲介業者側の目線でお話をさせていただきますと、確実に仲介手数料を請求したい宅建業者の方はですね、依頼者の責めに期すべき事由により契約は履行されなかった時でも、報酬金を依頼者に請求し得る旨の約定なども盛り込んでおくことをお勧めいたします。まあ、ただですね、これ盛り込んでいたとしても、額が大きくなってくるとですね、まあ、結局訴えてくるんです。相手もですね、背に腹変えられなくなってきますから、結局訴えてくる可能性はあるんですけども、媒介契約書にはっきりと明記しておいた方が、こちらにとって有利になると思います。お分かりいただけましたでしょうか、賀来さん。ここは不動産売買でトラブルが多発する部分です。ちなみにですね、私が実務やっていた時は、売買契約書にハンコを押す前に、売り主や買い主に対して、万が一解除した場合でも、仲介手数料は満額発生します。ということをですね、念入りに伝えた上でハンコを押してもらってました。ここはトラブルがすごく多いので、実務では十分注意しましょう。最後にですね、他の選択肢も一応やります。こちらです。A の刑事実行により還付がなされた場合は、B は国土交通大臣から通知を受けてから、C は高検知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。はい、どうでしょうか。
いますよ、答えは×です。はい、これどこが×か分かりますでしょうか。そこが大切です。どこが×でどうすると正解になるのか、ここまで理解することが過去問の最低限の活用でございます。いきますよ、こちらです。まず B の場合、これは国土交通大臣から通知を受けてから2週間以内に不作額を供託しなければなりません。ですからここは丸でございます。そして C の場合、はい、ここが違うんでございます。宅建業保証協会から通知を受けてから2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。はい、不足額を供託ではございません。供託と言ったら供託状になっちゃいます。保証協会に納付でございます。保証協会に供託とはちなみに言いません。供託は供託状ですからね、そこのところご注意ください。今日の動画が役に立っている方、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんですね、ヨーグルトってお好きでしょうか。うちは結構ヨーグルト好きなので毎日のように食べるんですけども、絶対これしか食べないってやつがあるんです。こちらです。北海道乳業さんのですね、フルーツサラダ、これですね一番美味しいです。これですね、コンビニでも売ってますし、スーパーでも売ってるんですけども、もう圧倒的にこれがですね、一番美味しいんでございます。これですね、ヨーグルトに、みかん、パイン、ぶどう、桃のですね、4種類が入ってるんですけども、これがですね、ヨーグルトとものすごく合うんです。まあ、正直ですね、フルーツが入っているヨーグルトって他にも結構売ってるんですけども、ヨーグルトのですね、酸味が強めのやつが結構多いんです。あとですね、フルーツもそこまで甘くないとかっていうやつがですね、結構多いんでございます。私もいろんなものを試したんですけども、味があんまりしっくりこなかったり、正直あんまり美味しくないやつは結構あります。このフルーツサラダはですね、フルーツの甘みが結構しっかりあるんです。で、フルーツそのもののですね、甘みがですね、そのまま生かされています。その上でヨーグルトは結構濃厚でして、独特のですね、ヨーグルトの酸味なんかもないんです。で、フルーツの甘みをより引き立ててくれるという、そういう素晴らしいヨーグルトなんでございます。これですね、本当に美味しいです。他の同類のヨーグルトとですね、食べ比べるとよくわかります。うちはですね、これコンビニで買い占めちゃうぐらいでございます。ヨーグルト好きな方、ぜひこれ試してみてください。子供にも大人気でございます。うちは冷蔵庫に常にこれ4つ以上入っています。ヨーグルトが本当に美味しいです。ということで、また明日。